はい、サイ、ヒデマンです。今日はですね、12月16日なんですけども、25度ぐらいあって半袖です。今日は石垣島で手軽に釣りができるポイントを紹介しようかなと思って、海の方に来てます。その前にちょっと一個小話をしたいと思うんですけども、あの晴れ男とか雨女とかあるじゃないですか。たった一人の人間がなんでその雨と晴れとか雨とかちょっと影響するのかなって不思議なんですけども、やっぱり僕の周りにも一人強烈な雨男っていうか、もう台風男がいて、11月後半から12月頭までずっと石垣島天気悪くて寒かったんですよ。島のみんなもやっと冬が来たな、寒いな寒いなって言ってたんですけど、その知り合いが、あ、12月何日石垣行くから遊ぼうみたいなLINE入ったんですよ。で、まあそっからちょっと晴れて、あ、石垣またちょっと暑くなったねって言って、その知り合いが来る、まあ来て当日は晴れてたんですけど、次の日大雨降って、次の日天気崩れて、で3日で帰ってったんですけど、帰ってからまたこんな感じで晴れたんで、やっぱりあの人は雨男っていうか、ちょっと運がないなと思って。では本題に戻ります。はい、ここがですね、サザンゲートブリッジといって、まあ、石垣のシンボルマークになってるんですけども、その下の部分で結構釣りしてる人が多くて、いいポイントになってるんですよ。で、ここの何がいいかというと、あそこに、ここか、ここに釣り屋さんがあるんですよ。そこでもう全部揃うので、そこ でレンタルもあって、1時間1500円、あ、1日1500円かな、そういうレンタルもあるので、レンタルで借りてサクッとそこに行って釣りができるっていう感じになってるんで、今日も釣りしてる人いるんで、ちょっと見てみたいと思います。あ、そうだ、でもう一個ですね、この釣り具屋の周りにホテルが5個かな、6個かな、6軒ぐらい建ってて、だから釣り好きな人はこの辺のホテルに泊まって、ちょっと午前中釣りして、で向こうの方に見えるかな、ちょっと後で矢印足しておきますけど、徒歩5分行ったところに離島ターミナルがあるので、離島観光にめっちゃいい立地になってるんで、そういう意味も含めておすすめしてます。あそこでも釣りしてますんで、どんな感じの海かちょっと見てみましょう。ちょっと出てるところがあって、そこも結構釣れるので人気のポイントになってます。で、橋を渡ってあの辺でも釣りしてる人いますね。これ見えるかな、そこの先にもいますね。ここでもお兄さんがやっぱり波、風が強くて波が立ってるので水面が全然見えないです。で、この辺一帯がイカ釣りもできて、夜になるとあの島んちがイカ釣りをしに来るいいポイントでもありますので、イカ好きの皆さん、イカ釣りもいかがでしょう。で、あの海に捨てたゴミがこうやって流れついてくるので、海にはゴミ捨てないように、綺麗な海をみんなで保ちましょう。よろしくお願いします。はい、ということで、こんな感じで手軽に石垣島釣り体験できると思うので、
ぜひ旅行の際に釣りを体験してもいいのかなと思います。それではまた次回の動画で、ありがとうございました。